おりません。先頭あーギリギリアウトから、左目がダメですけど、そしてその後ろ奥原来たー、うわーラフトおい、では車載カメラでもう一度、自慢の車載カメラが宙を舞ってます。大丈夫か、俺の前に通過するとき腹見えるぞ。ではその腹が見えるシーンをもう一度。ギリギリアウトから、左目がダメですけど、その後ろ奥原来たうわぁカメラが前の車を追っていた瞬間、土手から立ち上る土煙と車。俺感想あなた高得点、もちろん笑いなし、笑いなし、面接に残っちゃうよお前、これまたもうこんなの大丈夫だ、学ぶ知恵層あったから嫌できるから大丈夫だ。いやー、ということでですね、イカ天史上ここまで、劇的なシーンがあったかという審査員席、我々3人また元に戻ってますけどちょっと冷静になりましょうね。やっぱりちょっとここは一つ、おじさん、俺はいつでもクールだって。いや、あの草ついてますよ、草が。嘘本当にもう嘘、泥もついてますし、あのこれジャリジャリしてますしね、もうね、あの多分もうその悲惨なシーンっていうのは、多分俺たちが3人ひっくり返ったシーンは映像でバッチリ捉えられておりますんで。いや、俺は太田ちゃんも逃げたと思うよいやいや、あの違います、あそこのカメラです。日垣カメラからここを、え、ねえ、日垣ちゃん撮ったの？あそこのカメラが撮ってました。こいつ俺をこうやって引っ張り、前に引っ張り出してこいつ逃げたんだよその映像は、ぜひ今ゆっくりとスローでご覧ください。土手を駆け上がってくる車に腰を抜かして逃げ惑う審査員とスタッフの情けない姿。では別の角度でもう一度。いやー、皆さんお怪我なくて本当に良かったです。